とんちゃん。割と近いとこでくつろいでるから家庭内野良じゃないよね。ケージがなくなってからなでなでできないけど、まだまあ、おいママさんにお願いしようね。このジャン君が寝ている新しい夏用のベッドの隣に古い夏用ベッド、もうボロボロですが、これがまだ残してあります。ここにポンちゃんが寝てくれるとママがなでなでしやすいっていう、今作戦遂行中。こればっかりはちょっと思うようにはいきませんが、これから暑くなるのでなかなかね、涼しいとこでくつろいちゃうよね。ご飯に行きましたよ。はい、ちゃんくん。ちゃんくんもご飯は？昨日も随分楽しそうに遊んでたじゃん、二人で。